はい、皆さんどうも橋本でございます。前回続きましてラフマニノフ交響曲第2番の解説を始めていきたいと思います。今日は第4楽章4回目、340小節目から471小節目までを解説していきます。340小節目から再現部分に入ります。で、前半と重複している箇所はもうポイントに絞りながら解説していきたいと思います。344小節目、348小節目はいずれも一拍前からの入りになりますので、当然ボーイングはアップダウンと弾くようにしてください。で、348小節目、3拍目からはダウン指定になっていますので弓順となります。ここまでよろしいでしょうか。で、357小節目から2小節間のポジションはディスを4で取って、で、ジス・ハーを第2・第3の中間ポジションで、ギス・フィスも同じポジションで4-1-4-1と取って、最後のティス・ハーは第1ポジションで4-1と取るようにしてください。最初から弾きますとこのようなポジションになります。360小節目からのポジションは3つのパターンを説明します。まず1つは上の D を第3ポジションで取るんですけれども、 D を4で取ります。で、次のアー・ゲーのスラーをで、ゲー線1本でアーを1、ゲーを解放とすぐ第1ポジションに戻っていただいても構いませんし、2つ目のパターンは第3ポジションのままでアーとゲーも低線で4-1と取って A から第1ポジションに戻る方法、これが2つ目のパターンになります。で、3つ目はさらに A、D のスラーまで第3ポジションでまとめて取る方法もあります。その場合ポジションは変えずにアー線で A と D を4-1と取る形になります。もしくはこの3つのパターンのどれかを選択していただきたいと思います。で、次のハーから始まる長いスラーはあとは第1ポジションでまとめて取る形になります。で、ゲーは解放でも D 線で押さえて取っていただいても構いません。それを踏まえて最初から通していきますと、このようなポジションとなります。365小節目からのボーイングは当然ダウンから入っての弓順となります。で、ポジションは D と G を両方とも解放を使っていただいても構いませんし、あるいは第3ポジションでアーセント D 線で押さえて取っていただいても構いません。その先のボーイングはあらかじめ指定された通りにダウンから入ります。次もダウン、次も同じですね。あとはもう全て弓順で弾くようにしてください。でその途中のポジションなんですけれども、371小節目2拍目のアス・ゲー・フィスを今ゲー線を使って解放で取ったんですけれども、半音進行になっていますので第2第3の中間ポジションを使うと4-2-1とまとめて取ることができますので、こちらで取っていただいても構いません。374小節目からのポジションは第4ポジションで A を4で取った後すぐ第3ポジションに移って D、C のスラーを4-1と取って、ハーとアーを第1ポジションで同じく4-1で、ゲー・フィスはゲーは開放でも D 線で押さえて取っていただいても構いません。で、ボーイングが指定された通りにアップから入って、最後のアー、ゲー、ヒスは全てダウンで弾くようにしてください。ピッチカードになりました377小節目からのポジションですが、最初は第1ポジションで全てまとめて取ることができます。ここまでよろしいでしょうか。で、注意していただきたいのは383小節目なんですけれども、最初の音はギスになります。で、次の音がデーになっていますので、そのナチュラルにつられて、最初のギスもナチュラルのゲーで弾いてしまう可能性がありますので、間違えないように注意してください。ポジションは第2ポジションでギスとデーを2-4と取っていただいても構いませんし、あるいはデーとアーともに開放で、第1ポジションでギスを4と取っていただいても構いません。アルゴになります388小節目からのボーイングですが、ダウンで入るかアップで入るか非常に判断が分かれるんですけれども、53小節目のように最初をアップで統一したいのであればアップから入っての弓順、逆に最後のスラーをダウンで統一したいのであればダウンから入っての弓順、どちらから入っていただいても構いません。そしてポジションは D を開放で取れば第1ポジションで全てまとめて取ることができます。
ゆっくり弾きますと、次も同じですね。もうまとめて取ることができます。396小節のも同様に第一ポジションで全てまとめて取ることができます。続いて404小節目からのボーイングですが、譜面をご覧いただきますと404小節目、406小節目ともにアップ指定となっています。書いてある通りに弾いていただいても構わないんですけれども、406小節目のアップへの弾き直しがかなりきつくなってきてしまいますので、ここは404小節目の最初のデーをアップ指定からダウンに変えて弾いていただいても構いませんし、あるいは少し変則的になるんですけれども、404小節目から2小節間を1小節単位でアップダウンと変え目をして、406小節目をアップと入っていただいても構いません。そして上のパートのポジションなんですけれども、デーを読んでみます。でハーは第3の中間ポジションで1で取って、フィスト1、1とまとめて取るようにしてください。408小節目と410小節目の3連符のフレーズのポジションは2つのパターンを説明します。まず1つはディスを読んで取って、でディスからデー線で取る方法で、ディスを1、エイスを2、でフィスを4と取る形になります。これが1つ目のパターンになります。で2つ目は第2第3の中間ポジションを中心に取る方法なんですけれども、ジスとディスをアー線で1、4と取って、エイスからデー線に移って、フィストをまとめて1、2とこのように取る方法があります。こちらで取っていただいても構いません。416小節目のボーイングは1拍前からの入りになりますので、当然アップダウンで、419小節目もアップ指定になっていますので、アップから入っての弓順で弾くようにしてください。でそれ以降も指定されたボーイングで弾いていただいて構いません。419小節目から通していきますと、ここまで前半部分が再現されます。で今止まりましたところから違うフレーズが出てくるんですけれども、ここからのポジションはまず第3ポジションでデー、チス、ヒスを第3ポジションで4、2、1とまとめて取ります。で426小節目から2小節間は2つのパターンを説明します。まず1つは第2第3の中間ポジションでチスとギスを 4と取った後、第1ポジションで F と R を2、1とまとめて取ります。427小節目も同様に4、4、2、1とポジションを変えて取る方法になります。で2つ目は第3第4の中間ポジションで全てまとめて取る方法もあります。チスとギスを1、1でポジションは変えずに F と R をアーセント D 線で4、2とこちらでまとめて取る方法もあります。もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。428小節目のポジションも先ほどの2小節間をどちらで取ったかによってポジションが変わってきます。で1つ目のパターンで取った場合は第3ポジションでチスと D を2、4と取ります。で第3第4中間ポジションでまとめて取った場合、428小節目も最初のチスとデーを1、2とまとめて取っていただき、チスとハーで第2第3の中間ポジションで4、1と取る形になります。で次の小節のアイスからハーフポジションで半音進行のギスまでをまとめて取っていただき、あとは第1ポジションハーフポジションでまとめて取る形になります。で最後の3連符なんですけれども、D 線1本でゲー、ギス、アを第3ポジションで1、2、4と同じ弦で取っていただいても構いません。その後1カードを挟みまして435小節目1拍前からのボーイングなんですけれども、436小節目1拍前からの長いスラー、タイを1弓で弾くのであればダウンから入っての弓順で、1弓で弾きれないのであればアップから入って437小節目の中で1回は替え目をしていただいても構いません。438小節目は早産となりますので、ここは当然ダウンで弾くようにしてください。441小節目1拍前からはその先ディミネンドで書いてあるんですけれども、先ほどのボーイングと合わせる形でダウンアップと弓順で弾いていただいても構いませんし、 A アイスの長いスラータイを途中で変え身をしたいのであれば逆にアップから入ってその中でダウンアップと1回の変え身をしていただいても構いません。444小節目から先は最初のハーをダウンから入って、あとはもうストレートに弓順で弾く形となります。通していきますと、このようなボーイング
ションはゲー、ギス、ハを今第3ポジションで1、2、4と取ったんですけれども、ゲー線を使ってゲーを開放で取っていただいても構いません。462小節目から先のボーイングはダウンから入っている弓順で引き、464小節目からの2小節間の単位の伸ばしは1小節単位で変え弓をするようにしてください。上のパートで通していきますと、ここで返します。で次は一弓で引きます。最後はアップで終わる形となります。はい、今日はここまでとさせていただきます。今日説明した部分は再現部分が多いので、ボーイングに関しては前半部分のほぼ再現というふうになっていますので、それと同じように弾いていただければ問題ないと思います。ただテンポが速いことには変わりはありませんので、3連符の細かいフレーズは必ずメトロノームを使ってゆっくりしたテンポから練習していただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。